まめひこチャンネルをご覧の皆様、まめひこの石田です。こんばんは。はい、まだまだ寒い日が続きますね。そんなことないですよ。もう全然寒くないんですけど。もう、前回もう時期春ですよ。もうとっくにだいぶ春になってから、はい、もう桜も散って葉っぱになってますけど。もうこれ随分取りだめなので、まだ2月4日です。そんなことはないよ。まあ、確かに僕ずっと同じ服着てるんだけど。はい。前回、うん、なんだっけ、この続きは明日って言ったからその続きの話ですけど、モカの話。あ、モカね。そう。だからモカってさ、うん、モナカだと思ってない？それはないです、さすがに。モナカとは思ってない。あ、思ってない。だけど、うん、モカってわからないじゃない。あのね、うん、すごい、多分キリマンと双璧をなすぐらい日本人に親しみのあるコーヒーだと思うんですよね。あ、そうだ、ね。だいたいあるじゃん、キリマンとモカって。うんうんうん、缶コーヒーとかでもよくあるじゃん、モカって。あ、最近なんだけど、もよくあって、ああ、ね、うんうん、モカっていうのはみんな知ってるよね。そうだから、よくしょっちゅう飲んでるはずなんだけど、うん、何をもってモカなのかは正直よくわからない、ね、さっきのなんだっけ、カフェモカのモカな印象も強いしさ、チョコレートが。そうそう、さ、うち今トラストコーヒーってやってて、はい、ブルマンとモカと、うんうん、ガテマラって3つやってるんですけど、うん、はい、まあ値段の差もあるとはいえね、うん、もう圧倒的にモカが出るわけ。ああ、それ分かる気がする、うん、その中だったらとりあえずモカだね。でしょ、うん、だけどみんな分かってないと思うわけ。分かってないよ、俺も分かってない。だからなんかとにかく、あ、聞いたことあるから、そう飲んでみるってことでしょ、うんうん、その通り。だけどモカってさ、うん、ほらスタバなんかがさ、カフェモカ、うん、通る、うん、なんとかかんとか言ってんじゃん。だ、あれの印象が強くて、うん、みんなチョコが入ってると思ってんだよ、多分。そうだね。俺もスタバだとカフェモカ頼むことが一番多いな。カフェモカってあれさ、うん、ココアなんだよ。うん、そんな感じの味がする。そう、だからなんかさ、いつの間にかさ、日本ではさ、コーヒー、何？コーヒーにココアが混じってるものをモカっていうようになっちゃったんだよ。うん、言われてみればそうだね。なんか、うん、モカ、モカなんとか、特に疑問を抱いたこと全くなかった。なんかお菓子でもさ、モカポッキーみたいな、ああ、うん、モカポッキーってあるのか分かんないけど、うん、あるよね。なんかコーヒー味のチョコレートを、うん、チョコ菓子をモカなんちゃらって言ったり、うん、あるあるある。なんかチョコレートが混じるとモカっていう風になったってことに俺異を唱えてるわけ、うんうん、君が今ここで異を唱えるまで全く疑問にも思わなかった。あ、そう、うん、え、だってお前だってさ、うん、何、冷やし中華って言って頼んでさ、うん、なんかあったかいのが出てきたらやだ。それは偽りがあるよね。そうでしょ、冷やしてないじゃんって話だよね、うん、冷やしてないじゃんって言っても、うん、いや、うちは丼が冷えてますからとか意味冷えた丼にあったかいラーメン入れて出すとうちは冷やし中華って言われてるように、ただのぬるいラーメン。なんかそのみんなモカっていうものを知らないで飲んでるだね。あのカフェモカのどこがモカなのか、うん、確かに言われてみれば。だからさ、うん、あれはなんかなんだろう、カカオ、うん、カカオをなんかモカっていうことにしたんじゃないの、うん、あ、そういうことなのかな、あのチョコレート味。いや、なんかモカのカはもしかしたら、うん、カカオのカカオよ。なるほどと言ってしまいそうだ。じゃあモは何なんだ、モは何なんだ、何々ものもなんじゃん。あ、接続詞の、うん、コーヒーもカカオの略なんじゃない。で、まあどんな名前をメニューねつけて出そうか、うん、メニュー作るかの勝手だからね、うん、それかもう一回の略か。美味しかったからもう一回飲むっていう、もう一回来ようみたいな、モカ。だってそのぐらいあのモカって意味ないんだよ。そうだね、まあ、例えばあれが仮にあのカフェモカだけはモカのコーヒー豆を使っているとしても、うん、あの味だとそのモカの味って多分前面に全く出てない、うん、俺ね、だからそういうことってさ、うん、カフェやり始めて、はい、なんかいろいろその疑問を呈することって多いわけ、うん、例えばさ、ロイヤルミルクティーとかよくあるね、うん、あるでしょ、うん、あのロイヤルミルクティーってさ、うん、別に何でもロイヤルミルクティーって誰が決めたの。え、何ロイヤル。いや、なんかイギリスの王室の人が飲むテーの
もうミルクティーなんじゃない。いや別にそんなの関係ないわけでしょ。じゃあロイヤルホストって言ったらさ、お前イギリスとさオーケー御用達のホスト、オーケー御用達のホストってどんなホストクラブ、そんなに偉いファミレスなんだよって感じじゃない。だからそんな関係ないわけよ。ロイヤルミルクティーっていうのはさ、うん、ただのミルクティーを牛、うん、お茶ね、うん、あの牛乳で煮出したものをミルクティーっていうの。ロイヤルをつけても特にレシピは変わらないの。いやいや、レシピは変わるよ。変わるんだ。変わるっていうか、うん、あの紅茶を濃く入れて、うん、そこにミルクを入れるのをミルクティーでしょ。あ、うん、はいはい、うん、うん、そうだね。で、だけど紅茶をだあれと一緒だよ、ラーメンと。え？だからあの俺前にさ、ラーメンが好き嫌いの話でさ、うん、なんで日本のラーメンは好きじゃないかって言ったらさ、うん、要はスープに茹でた麺を足してるじゃん、うん、はい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 、これがミルクティー、うん、ああなるほど、分かりました、分かった分かった分かった、あの、うん、この際スープは紅茶で、うん、はいはい、あの麺がミルクと思っていただきたい、うん、はい、だ全く別のものだよね、うん、別のものを合わせてブレンドしてるのをミルクティー、はいはいはい、だからなんかあの麺に味がついてないから嫌なの。そう嫌なの、うん、だけどロイヤルミルクティーっていうと、うん、そのスープをスープで麺をちょっと煮込んでるもの。あーなるほど、煮込みラーメン、煮込みラーメンだ。これをロイヤルミルクティーっていうわけ。あー全然違うでしょレシピ。でもなんかほら多分今の感じだとロイヤルの方が手間がかかりそうだから、じゃあそんなこと言ったら煮込みラーメンを今日からロイヤルラーメンって言ってもらえたら行が多すぎて言いにくいダメだ、略して R&R R&R だよ、 R&R って言ってもらいたい。ルラのあたりがすごく言いにくいロイヤルラーメンにし言っていう風に言ってもらいたい。なんだよロイヤルラーメンって言ってもらいたいよ。そんなイギリス御用達の、まあ中国御用達でもいいよじゃん。チャイニーズロイヤルラーメンでもいいよ。CRR で。R&R ってノックンロールだよ。いやだからそういう風にさ、その煮込んでるものを、うん、その煮込みラーメンっていうように、うん、茶葉を牛乳で煮込んでるから、あ茶葉にいきなりお湯じゃなくて、うん、ミルクをいいんだ、入れて、はいはいはい、で煮込んでるからロイヤルミルクティーっていうわけ。あだからそれ使う茶葉の量も半端なく多いし、あそう、ね、普通のものに比べると牛乳だと出にくい、出にくいからねで言うんだけど、うん、そんなロイヤルミルクティーって別にイギリス人に聞いたって知らないよっていうわけじゃん、うん、今ちょっと言い方ちょっと中国人っぽいチャイニーズっぽかったけど、じゃあ知らないよって言うわけじゃない、はいはいはい、そんなのだって知らないでしょ、うん、そんな、いや分かんない、えイギリスではあのないないのかね、ロイヤル、いやいやあるだろうけど、うん、ロイヤルって言われたかねえよって感じじゃない。あじゃあ何かお前が日本のラーメンをさ、うん、中国で食べてさ、うん、おこれ天皇ラーメンだろって言われたくないだろ煮込みラーメンのこと、ラーメンの分際で、ラーメンの分際であこれ天皇ラーメンだろって天皇つけてんだって、つけてんだって、ね、これ菊の御紋ラーメンだとか言われたくない。あ確かに菊ちゃんラーメンじゃんこれとか言われたくないじゃんでも天皇陛下がね、朝昼晩ラーメン食ってるぐらいラーメン好きならいいけどそうじゃないもんね。そうです、そうでしょ、うん、そうだから別にさ、そのなんだっけ、エリザベス女王はさ、うん、いちいちさ、うん、あら、これもうただの紅茶にミルク入れてんじゃないの、私は、あたさ、茶葉をミルクで煮込んでくれなくちゃいけないざますよって言わないじゃない。なまってるんだからなんだエリザマスが言わないじゃんそんなこと。エリザマス女王。エリザマス女王はそんなこと。でしょ。いや言わないよね。だからおかしい。ザマスも言わないよ、ね。だからおかしいから、うん、うちの店ではあれをチャイって呼ぶことにしてんだよ。あ、そうか。チャイってまさに同じだよね作り方が。チャイっていうのは葉っぱに煮出してるんだもんね。そう、茶葉をミルクで煮出すものをチャイ。うん、あ、同じじゃんロイヤル。だけど日本ではこのチャイを、うん、スパイスが入ってるものをチャイ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 言ってんだよ。確かに。あ、違うんだ。それは。マサラチャイだわ。あマサラっていうのはスパイス、はい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 、だからスパイスが入ったチャイのことをマサラチャイ、うん、いやチャイって言ったのも本当にそのミルクを煮出して、うん、でも甘くて、うん、でスパイスが入ってるものだと思う、ね、思うでしょ。でもお前がさ、じゃあさそのラーメン食べてさね、うん、いちいちラーメンって言ったらさ、うん、それが煮込みラーメンだったら嫌じゃん。あそうね、うん、でしょ。それと同 じ、うん、同じでさそのロイヤルミルクティーをうちではだから正当にチャイと呼び、うん、はいはいはい、いわゆるあんたたちが言ってるチャイっていうのはマサラチャイだっていうふうにしてるわけ。あうちでマサラチャイも出してる。出してるよもちろん。マサラチャイも大人気だよ。そんなことも知らないのお前。うん知らない。ほら9年もお店やってるやってんのにほら俺ただでさえ店のことは知らないのにさ俺深入りしか飲まないもんだから
あんま紅茶とか飲まない。そこだけは深入りなのね。関係性は浅い。そこだけはそう、うん、朝ちゃんだけど、うん、飲むコーヒーは深入り。そういう話してんの。そういうことじゃないよ。